大好評の高石橋さんの酔っ払いトーク、グレートジャーニー2を語る第3回目。高さん、かなりノリノリですね。さて、今日は一体何の話ですか？いや、平田も先生、もうこの人やばいですよ。もう見ちゃダメ。ルールがない。殺し技。まあ、よりその目、まあ、より近敵。もう急所攻めまくり。で、あと悔しいのはイケメン。なんだこれみたいな。ですね、宮平先生は中先生とスパーリングをやんなかった。なぜだと思いますか？答え、殺しちゃうから。結局もう一番怖いなと思ったら、宮平先生は技を使うと殺しちゃうんですよ。おそらく殺しちゃう、殺しちゃう、壊しちゃう。だからスパーリングとかその試し合いできない。だから中国憲法っていうのは、そのまあ、いろいろ型の武術じゃねえかってみんな言うんだけども、結局その、いや、戦えたら死人がいっぱい出ちゃう。それは宮平先生の今回の技を見て、まあそういうことなんだろうなと思いますよ。人を殺せる技を学びに中国に行ったわけですもんね、はい、宮平先生はね。確かにそうですよね。まあ、辰巳先生と一緒ですよ。試合なんかできないっていう。だから結局そういうことだと思うんですね。そうですよね。しかも体が勝手に動いちゃうんですね、三浦先生ね。もうそれ一番危険。突き手に虫が入ったら、なんか爆発決めちゃいましたねっていう。次何やりますって言えないタイプなんですね、あれね。もう体が動いてしまう。あの関節チンナ術って言ったね、筋打術、一応チンナって、はいはいはい、あれすごいですよね、はいはいはい、あれ急所とあれどうでした？ドニーエンの映画の中で、カンフージャングルって映画があって、筋打術って言ってくるんですね、はい、もうこれ系でこれだけ相手の関節を取ってバンバンバキッアーって落ちちゃうようなやつで、それを宮平先生がですね、まあ、あっちはチンナって言ってたんですね、はい、やってたわけですよ。で、宮平先生がやった、その関節技バキッ落ちちゃう、こう何本でも中先生が一瞬で落ちてますもんね、はい、落ちてますね、はいはい、抵抗できないですよね、はい、それこそと思いますよ。もうだから本当にだな、中国憲法恐るべし。中山武雄先生という方が、中先生のお弟子さんにいらっしゃいまして、まあすごいですよ。もう、まあもう、なんていうの、でかい。もう縦にでかい、横にでかい。おお、そうそう、強そうだね。すげえ、何この先生みたいな、言うんだけど。で、中山先生が宮平先生の、まあ、相手役をやるわけですよ。で、まあ、もう、取られた、もう、すごいね、すごいなと思ったら、もう、これこれ、まあ、拷問に使われてた技ってことですね。はいはい、で、宮平先生曰くですよ、その中央拳の技は、その昔の中国のひどいですよね、拷問技で使われてた、その技術を全部使ってると。で、あと殺さないレベルで、殺さないけれども、はいはい、いろんなものは、まあ、殺さない範囲の中で一番痛い技っていう、はい、実は僕もやられたんですけど、はいはい、とてもその映像を見せられるものはないです。涙が出てきて止まらない。でしょうね、でしょうね、はいはい、で、その日本空手協会の中山武雄先生っていう、もうこの大きくて、はい、おー、そしてもうすごいもう怖い先生、小物の先生がいらっしゃるんだけど、すいません、中山先生ごめんなさい。もうね、最初はそうですね。
違います。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫だからね。うん、そうそう。